これはハーレーダビッドソンのスポーツスター、うん、パパこれ3つ目だよね。あ、そうだね、3台目。ポイントは名車ですね、馬みたいな感じ。どこチャウズジン、これなんで千葉で一番有名で、うん、面白かった。发现了一个很重要的事情，我爸爸不见他的钥匙了。ロックかかってんだよね。ちょっとママ落ち込んでる。ごめんね、ここまで来てもらって。私がさ、台湾行くって言った時どう思った？まあいいんじゃないよって。本当？まあ今は好きなように行けばいいんじゃないか。大家好，我是曼娜。旁边有我的爸爸，耶，爸爸です。だから今日はパパと一緒にデートしたいと思います。そしてパパはバイクコレクターです。でパパがいろいろ用意してくれて、このジャンパーとかもバイク用なんだよね。で中にこういうプロテクターが入っています。これはバイク専用？中に最新の胸のプロテクターと肩と肘が入ってる。こういう硬い。これいくらくらいするの？これ？うん。3万円ぐらいかな。3万もすんの？うん。嘘でしょ？今私たちは東京にいるんですけれども、東京に住んでて、ダンスのお面要注意的地方就是アクアライン。お面要注意前夜。所以呢，今天的计划就是一日跟爸爸 UFA 的计划。Let's go。でパパのバイクはちょっと説明。はい、これはハーレーダビッドソンのスポーツスター。お、パパこれ三つ目だよね。あ、そうだね、三代目。昔もハーレーだった？あれ違う、BM だ。BMW で、あとホンダ。うん、ホンダ。ホンダか。ポイントは？名車ですね。馬みたいな。馬？うん。どこ。じゃあ早速行ってみよう。行ってみましょう。チャウズジン。これなんで？イエイ。パパ今からどこに行きますか？海ホタルに行きます。海ホタルって何なの？休憩場です。休憩場行くよー。ゴーゴー。这是東京湾的中间，然后呢我们在 parking area 的顶楼。大海呢，哇好漂亮哦，超綺麗。パパここってさ千葉なの？どこ？ここ東京湾の真ん中だから分からない。東京湾の真ん中发现了一个很重要的事情，我爸爸不见他的钥匙了。めっちゃ探したんだよね。それでもない。とりあえずアイスを食べます。本当にないね。本当にないんだよね。どこを探してもなくて、ママがスペアキーを持ってきてくれます。でも、从我的家到家里大概40分钟嘛，所以一直等。パパこういうの初めて？携帯はある？携帯一回。パパ実はパソコンもあります。ちょっとパパ落ち込んでる。下で待ってよか。そうしよう。じゃあママを待ちます。ママがチェックどこ来たっけ。でもさ探してもないからさ、この中とかに入ってない？このタイヤの中とか。
一回移動してみたら、ウィン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 って。ロックかかってんだよね。ないかな。ない。なんでないの？超不思議。不思議だよな。もう私たち超探してるんです本当に。受付にも行ったし。今検証したらパパは鍵をつけたまま、所以不知道可能有的人拿掉，怎么可能？ね、これ結構待ってママ来ちゃう、ちょっとママに電話しよう。なんでここにあるんだろう。え、違う、誰かが撮ってくれたんだよ。やっぱそう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 。嘘、日本安全、日本感謝、マジで。よかった。ちょっと待ってママに電話しよう。现在我妈开车中嘛，所以没办法接电话，应该是。所以对妈妈好了。よかったね、ママ。あんまよかった。先ほどあのバイクの鍵ありましたんで、はい、ありがとうございました。すいません疲れた。現在我们很累，所以我们一边看海一边休息一下这样子。一番上の駐車で私行くと何回。ありがとう。実はね、あったの。ママ大変だね。ごめんね、ここまで来てもらって。すいません。お腹痛い。全部うちママ。じゃあ海鮮丼食べに行きます。我们休息完之后要去前夜吃寿司，寿司食べに行こう。海鮮丼か。海鮮丼也有，好期待哦。いただきます。やっと食べれる。お刺身美味しい。千葉で一番有名だよ。面白かった。パパって台湾何回行ったことある？仕事でも来るよね。仕事で2回。私がさ台湾行くって言った時どう思った？まあいいんじゃないのって。本当？まあ今は好きなように行ければいいんじゃないか。自由に。応援する？まあ仕事は本当は3年続けてほしかったけどね。ああそうだよね。それは言ってたよねずっと。勝手に辞めちゃったから。あとは？なんでアメリカじゃないんだろうな。だって今まではアメリカ留学してたりさ。台湾って思ったより近かったよな。コロナ前までは。なんか大阪にいる感覚だった。やっぱアメリカとは違うな、ちょっとな感覚かな。沖縄の先って感じだな。みんな優しいからね。助けてくれたり。コロナになってさ全然会えなかったじゃん。どう思ったその時？でもまあね電話も気軽にできるし。本当めっちゃしてるよね私。ママには毎日してるし、パパはママと一緒にいた時は絶対するし、テキストもするし。じゃあ今の私にまあ普通にいいかなって思う。だって高い学費払ったでしょ大学の時も。
中学から私立だったしさ、うん、中学から海外行ってたりしたし、うん、まあいいんじゃない自由に生きれば。でもママは習わしたことが全部身になってるって言ってるよ、うん、あ確かにダンスとかやっててよかったなとは。まだもっとタップやればいいの。確かにやってないもんね、うん、じゃあパパ的には今まあ自由に生きてていいんじゃないって感じ。うん、まあそうだねもうよかったね今日も風もあったし、うん、いい旅だ。パパのおかげで多分動画も楽しくなったありがとう。じゃあ引き続き食べます。はい、食べ終わりましたどうでしたかパパ。美味しかった。美味しかったね、うん、本当に超新鮮、うん、でもやっぱり東京からだと1時間以上かかるね。うん、1時間ちょっとね、うんうん、でもやっぱり港がさ目の前にあるから本当に新鮮だね、うん、そして今日はパパ一日久しぶりのデートどうでしたか、うん、楽しかったね。楽しかったよねいろんな意味で楽しかったトラブルもあった、トラブルもあったし美味しいものも食べれたし、うん、あのずっと食べたいって言ってたアイスも食べれたし、ツーリングもねずっと電話でしようねって約束してたから本当にできてよかったね、うん、ということで大家觉得怎么样呢？如果喜欢跟我的爸爸一起约会的计划的话，按赞、按订阅，还有开启小铃铛哦，还有 follow 我的 Instagram 马纳哈喽。那下次的影片很好看，所以大家一定要期待一下哦。それでは、バイバイ。またこれからバイクで帰ります。わかんない。なんなの？せっかく持ってきたから片っぽまだ持っててありがとう。え、そう持ってきた。ちょっと本当に持ってる本当に確認して